はいどうも凡人でございます。ということで今日の動画はですね、いよいよ FC 岐阜の試合がね、開幕するというところで、今回は土曜日にあります YSCC 横浜戦の試合展望ということでやっていこうというふうに思います。画面に出てるかと思いますが、個人的に予想したベストイレブンというか予想スタメンがですねここに載っております。最初に、1月かなの終わりくらいに投稿しました今シーズンのスタメン予想というところから少し変わっておりまして、右サイドバックに船津、センターバックに藤谷を入れて、あと右のワイドに久保田を入れております。それ以外は変わっておりませんというような感じで、まあ今年の FC 岐阜は本当に選手層が、例年以上に本当にいい、まあ熱いところになっておりますので、まあそれを考えると、まあ本当にねベストがどんな選手起用なのかっていうのはちょっとわからないような感じになっているんですけれども、まあ個人的に今ここに出している選手はバランスを見て、攻守両方で、うまくいきそうだというところで、トップのところは、まあ、オールマイティにねボールを奪えて前に持っていける藤岡と、身長を生かしたポストプレー、そして、まあ、左利きというところで、効果をね発揮してくれる運動家をね置いたというようなフォーメーションになっております。なんか皆さんのその予想スタメンとかですね、結構その FC 岐阜の掲示板とか見たりするんですけれども、まあ、その中でダイヤモンド型でね、予想したりとか、あと433でやったりとか4231とか、まあ本当にどのフォーメーションでやったとしても、もうしっかりと結果を出せるメンバーが今年は揃っているので、本当に、どうなるかまだちょっとわからない部分はありますけれど、非常に楽しみですよね。あとはもう攻撃陣の厚さプラスアルファ、三浦監督がまあトレーニングマッチなどでやっている、とにかく前縦パスをねつなぐ意識とか、そういったところを、まあ、しっかり十二分に発揮できるようになれれば、 FC 岐阜は本当に、素晴らしい結果を残せるというふうにね僕は思ってます。対戦します YSCC 横浜の方なんですけれども、まあ、一番の注目選手は何といってもやっぱり松井大輔選手が、今シーズンからプレーするというところになりますね。まあ本当彼は日本代表でも長らく活躍されてましたし、現役特に一番いい時はですね、特にドリブラーというところで評価をね本当すごく集めた人になるかと思うんですけれども、まあ、そういった選手が、おそらくボラ3421、まあ、中田ね、さんが YSCC の監督ですけれども、おそらくボランチの位置に入ってボールをとにかく回すし役に徹するんじゃないかというような予想で、こちらは見てますし、エルゴラスさんなんかでもそういうような記事がいっぱい出てますけれども、まあ、本当はああいう選手が一人いるだけでもチームはねよりいいアグレッシブに戦えるチームになっていくと思いますし、おそらく多分ウィングバックを大きく生かしたねサイドチェンジなんかを使っていくチームだと YSCC の方は僕は思ってるので、逆に FC 岐阜は守備の時、まあ、442のシンプルな形で、まあ、挑んでくると思うんですけど、そういったところで、まあ、どのようにね、守備を組み立てて、そこから前の攻撃に転じていくのかというところを、特に、注目しながら見ていただければなというふうに思います。いよいよ J3 も開幕です。本当に FC 岐阜の方は新型コロナのね、陽性者なんかで活動が止まることもなく、無事にキャンプを終えて、万全の状態で、アウェーゲーム開幕戦に臨むことができるというところで、まあ、今シーズン本当に期待の年でもありますし、FC 岐阜にとって本当に実力が試される大きなシーズンでもあるので、まあ、本当に我々ねファンサポーターっていうところも本当一試合一試合本当どの試合も注目試合なんですけど、本当に見ていきたいなというふうに思います。ということで、今日の動画はですね YSCC 横浜戦の試合展望というところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。